こんにちは手作り倉庫ですスカートとかズボンですねパンツとかのポケットの作り方をアップしますというお約束してましてなかなかできてなくってお待たせいたしましたまずあのまいろいろ考えちゃったもんですから遅くなっちゃったんですけどもこのゴム入りのスカートとかっていうことでギャザーとかのねそういうスカートのまあ簡単服という 時のポケットということで上をあのゴロゴロさせない作り方にしてあの上を四角くしないでこんな風にカーブをしたポケットにしてみましたこれちょっと今寸法を説明してなかったんですけどこの寸法でまだ型紙を起こしていただいた方がいいと思いますね一つ型紙があるとまつ、あ、ぎ作るときにそれをでやればいいですもんねでえっ、ー、と脇の方が1センチ5ミリの縫い代ついてまして ポケット口の方がねそして周りは全部1センチの縫い代ですそして1センチの縫い代から3センチですから上から4センチのところに印しますまずポケット口なんですこれが上から4センチそしてその4センチのところから15センチのところにも印をしますでこれあ型紙にちょっとこれ切り込み入れておくと印がつきやすいですね これあのの縫い代付きの型紙です。今のあの最初に寸法出てましたけども、まあ、おしゃべりしちゃってたもんですからそのように型紙を引きましてそして布を切りましたそうしましたらこれを点線が黒でしてますけどこの今のポケットの開け口のところをしっかり印をつけます上から 4cm4cm から 15cm が手が入るところなんですね そして前スカートと後ろスカートなんですけどもこれ今見えてる方が表になりましてあこれはね表なのにこうやってますけどこれゴムを入れた時の想定してまあ一応3センチとなってますけどこの上の寸法はそれぞれのものによって違ってくると思うんですけどゴムの幅でね。でここがその要するに上のゴム入れの布のくる位置。の位置を決めますますず これそれぞれ作るときに決めるんですけども、その布より1センチ上にこのポケット布を置きます。ですから1センチ上に飛び出してその仕上がりところから、そのベルトのあの入れ,入れるなんていうんですかねワッカになるところね、それが上に1センチ分かぶさってるという感じのという想定した型紙になってます。 ですからこんな風にこかぶさってきますよね実際にこれは表だから裏になるんですけどこういうふうに中に 1cm だけこうはみ出してるというか中に入る縫い代になってそして表あポケット布を裏あ中表にしてそして各脇部分に縫い付けるんですけどもこの時に上 1cm5mm 下 1cm5mm を縫い残しします。縫っていけないんですこれ。 で一センチ五ミリの幅で縫い代で縫います縫い付けしますこれも一センチ五ミリしましたまあ分厚いあの生地だとかですとちょっともう、うん、控えた方がいいんですけども一応まあ木綿の面のスカートであのそういうその控えるということを考えずにしましたね一センチ五ミリで縫これ縫いました上一センチ五ミリ下一センチ五ミリを縫わないで一センチ五ミリの縫い代のところに このポケット布を中表にして縫い付けましたそして前スカート前スカートの今のポケット縫ったポケットこんな風に折り返しましてアイロンをかけましてこのスカートのちょうど縫った際のところここですね押さえミシンかけますステッチこの押さえミシンは1センチ5ミリ上1センチ5ミリ下1センチ5ミリを残してですから 全部縫っちゃうとポケットが縫えなくなっちゃうもんですから、ここで1センチ5ミリずつ縫い残してステッチをかけます。これ中に入ってしまいますから大丈夫です。そうしましたら表スカートとあ、デスカー前スカートと後ろスカートを中表にして脇部分を縫い付けします。この時に先ほど付けた印ね、上から4センチ、4センチから15センチ下がったところの印、この間は 縫わないんですねですからそこから上を縫うこ印から上を縫う印から下を縫うこれはスカートがスカートのこう下がスカートのたく長くなってるところですよこうなってますねですから縫わない部分がポケット口になるんですこう,こういうふうになってます。これ印から上 印から下を縫いました。これ脇だからですから脇縫いをここでしてしまうんですね。他スカートの下のほの部分をね。でこの時に気をつけるのがこの今のポケット布を縫っちゃしまわないことなんです。縫い縫ポケット布のを避けてスカートの表前スカートと後ろスカートのヘム分ヘムヘムじゃないね。 脇の縫い代だけを縫うという縫い方ですそれをまあ、そこだけちょっと縫い縫うミシンが入っちゃうとここがちょっと綺麗にいかないですねごちょごちょとなっちゃうんですけど、うん、そしてアイロンで押さえまして、まあえー、表もアイロンで押さえましてそしてポケットを今度次ポケット縫いますねこうなってますよね自然にこの後ろの前の方に倒れてると思いますこのポケットが 前だけステッチ入ってますよねここステッチ入ってますから前の方にポケットが倒れてくれてます後ろの方にポケットグ後ろの後ろの方にポケットが行く作り方したい人はいないと思うんですけどそうしましたらポケットのこのぐるっと回りこのさんねぐるっと周りを一センチの縫い代で縫いますね上下一センチ五ミリの残してますので縫えますよね一センチの縫い代で縫いました そしたらこのあの後ろ身頃の方の方に後ろのポケットのこの縫い代をちょっと縫い止めしときます。これはまあどっちでもいいんですけど面倒くさい人はやらなくていいんですけどこれすることでちょっとゴロゴロしてこないかなって返ってきちゃいやすいのでね縫い代開いてますから。そしてここここののポケット口のところここ こここここかからら抜き止めしておきまますすここ力が入りますからねでこんなうにねもうこれで完成したんですけどもこうして上の方がゴム入れのこれ縫い代割れてますよねですからゴムが入,入るスカートを想定した場合にこれ縫い代が割れてるのでゴロゴロしないですよねここ型倒しになってませんからでこんな風にしてでポケットもあんまりこう上を広 四角くしてなくて上を細くしてあるのであのポケットちゃんとつってるしあの縫い代が多くなっちゃわないというかゴム入れのところがポケットのためにこうゴロゴロになっちゃうというか縫布が多すぎるとかそれがちょっとそこをちょっと避けるようなデザインにしてみたんですけどでこれで完成いたしました。まあ、これあの子どもさんん用用ののポケットなんかにも応でできると思いますので まずお子様用は自分に持ってらっしゃるポケットから寸法を割り出してこんな風にして作ってみてください。